メルシー、サランヘヨ。サーキュレーターと扇風機違うの？グーテンタック、コニャーニャ、クチワー、コニャーニャチワー。みんなが、え、外みたいな音がする。ボンジョーノボンジョーノ。なんかいろんな言葉でね、喋りたいですね。え、なに、外、めっちゃ外みたいな音。あ、こいつか、このサーキュレーターくんか。これぐらいにした。どう？サーキュレーターくんです。この子、私のマジで相棒サーキュレーターくん。あ、目が乾燥する。サーキュレーターくんです。この子のおかげでほんまに涼しい。マジでマジで涼しい。前髪、もう前髪さ、汗でもうベタベタ、ベッタンベッタンよ、マジで。なんで？もう、夏だけもう、大変なんよ。でも、ピンがさ、猫耳しかないけど、ちょっとこれでやるわ。あの、とりあえず。うわ、めっちゃ気になる。こんばんは。だって手元にピンがないんよ。次これでさ、勘弁して。いや、片方っていうか、マジ、あの、前髪をこう避けるための、え、両方つけてきた。やっぱりこれ、あの、暑いけこれやっただけの時期、ほんまに。もうこれはもうね、暑さしのぎのためのピン。あざといじゃろ。めっちゃ気にならん、これ。これであざとくされてもさ。全然あざといってことないよな。マジで熱い、ほんまにやばい。前髪が、でも髪の毛ってすごいなんか熱いよね。髪の毛が多い人はさ、大変よ。ショートでよかった、マジで。リーゼント、いや、リーゼントじゃないんだけど、だんだん重くてさ、重くて落ちてきた。こっちじゃないんじゃん。あ、こっちか。信じられる？これでまだ6月なんだぜ。もう信じられん、マジで。マジで信じられん。ほんまに、8月中旬ぐらい、マジで。この感覚、ありえん。だってさ、太陽？何？曇りじゃん。曇りでも、やばい。もう一個はなんか、もう一個どこにあるんだろう。これはすぐ机の上に置いちゃったんだけど、看板は、はい、
でも前髪なくなっただけで結構楽ちんかもしれん。あ、涼しさが違う。小さい帽子かぶっとる？え？いや、これ帽子じゃなくて、あの猫耳の片方なんだけど、ピンがこれしかないよ。あ、ちょっと真ん中にしたらさ、結構あれなんかな。ねえ、マジマジで暑い、マジで暑い、これマジで暑い、これほんまに。え、待って、似合うじゃんこれマジで。待って、眉毛めっちゃ動くんじゃけど。暑っ。え、みんなはどうやって夏さ、え、いや、もうちからもうこのまま平常心で喋る、これ平常心で喋っていくけど、このまま笑おうとしたけど悔しいが似合う。ここは、え、ちょ待って、え、これ似合うって何、これ喜んでいいん、それ別に。え、これ似合うって言われて喜んでいいん、これ。ヤンキーなんこれ。あ、まあクーラーつけるしかない。もうそうよね、あのクーラーを我慢して熱中症になるとかよりも全然つけないよ、つけた方がいいよね、クーラー。引っ張ることが男のたった一つの勲章さ。違う、引っ張る、次はこれが流行る。突っ張ることが男の、突っ張るってどういう意味なの？突っ張ることが男の、突っ張るってどういう意味？突っ張るって、突っ張るってことか、対立するってこと？よくその歌知ってる。え、なんか流行ったよね、私見てなかったけど、その歌だけ。突っ張る、引っ張る、あ、悪ぶる、あ、そういうこと、社会と当たり、あ、そういうことか。あ、じゃ、おっとるじゃん、こう突っ張る、こ、弾く、いた、突っ張ったことないわ、私。突っ張ったことない。あ、意地張る、意地張ったことはあるわ。突っ張ったことが、
学校にヤンキーいなかったでしょ。いなかった。ヤンキーって何？ヤンキーじゃあの私が知ってるヤンキーはあのセブンの前でしゃがんでサングラスかけてる人じゃない？どう？ない？聖徳太子こういうのもめっちゃいるやん。え、あ、そうなん？そんな人いるの？え、そうじゃない？ヤンキーってヤンキーは母校に帰る。え、どういうこと？どういうこと？セブン限定セブンは、いやセブンじゃなくてもうコンビニの前で。それは流行ってるの？いやこれはマジであのこの猫耳の片方なんだけど、これピンするちょうどいいものが今近くにこれしかなくて、熱いけんもう前髪上げました。テカっとる。え、これ別に広島で流行ってるとかじゃないけんね。あ、流行らせる、流行らせる。じゃあ画面の上の皆さん、猫、家の猫耳を持ってきてここにつけてください。家に猫耳ないよ。ない？え、ない？みんな最近の人はもうみんな家に猫耳1個あるでしょなんつってあるわけないよね。私ねマジでアイドルってすごいなと思って、アイドルじゃなかったら持ってない服、着てない服、してない服装もめっちゃあるもんマジで、うん、あ、怖いや。これおじゃる丸ってこんな感じだっけ。あ、これか、頭の上のやつが。あ、じゃけ聖徳太子って言われたんや。うさ耳しかないな、な、ないや。いや、うさ耳あるんかいなんで。え、アイドルじゃないと買わなかったもの、その1、コスプレ制服。え、どうじゃろ、買ってたかな。コスプレ制服、イエーイじゃない？だってみんな持ってる？持ってないよね。え、みんな持ってないよね、当たり前にコスプレ制服。え、でもどうなんかな、なんか大人になって行きたくなるかも。アイドルじゃなかった、アイドルじゃなかったら買ってなかったもの、その2。え、何じゃろ。ネックピロー。これは、え、意外と持ってる人よるん。え、普通に持ってる。え、ネックピローは買わん。え、あ、しかもエステじゃなかったら買わん。なんかね、あ、まさか出張が多い人になったら私がそれ買っとるかもしれんけど、もし私がアイドルじゃなかったら遠征がね、エステはまあ、まず東京まで行くのに4時間半、4時間かかるん。4時間かかるけ、あ、3時間58分ぐらいかかるん。だいたい4時間なんだけど、なんで刻んだんかっていうと、最近短くなったっけ、新幹線速くなって。新幹線が速くなった、あれ
なんか着く時間が早くなった。そうなんだけど、ネックピローはまあなんか買った買った、昔に買った。でもだってアイドルじゃなかったらそんな移動することあるかな、遠くに。新幹線、4年、新幹線早くなった、あれ早くなったよね。どうやって早くなる新幹線って。骨伝導イヤホン、東京がそっちに近づいてきたから。東京は近づかんやろ、東京は近づかんやろ。ファンでもいい、あ、確かにファンでも必要ですね。ファンの皆さんはネックピローが必要ですね。確かに確かに。加速、あ、車が軽くなったってことか。え、もしさ、え、そういうことじゃ、重さ、え、じゃあお相撲さんの修学旅行でそれとばったり新幹線が一緒になったらちょっと遅いってこと。え、そういうことになるよね。え、そういうことだよね。めっちゃそう、そう、え、そうよね。お相撲さんの修学旅行と新幹線、まあ、車両は別だとしても、まあ、一緒に乗ったら、え、なんかちょっと今日新幹線遅いなみたいなことよね。お相撲さんの修学旅行か。相対性理論っぽくて好き。面白い。そう、そういう考え方じゃない、違うか。お相撲さんの修学旅行、新幹線って、あの、進化してるんじゃね、新幹線だけに。やばい、ダジャレ出た。え、分かった、今ちょっと若干寒くなって、今ヒヤッとした。私これなんか素で出たんだけど、別に狙ったとかじゃないよ、今ほんまに、ほんまに狙ったとかじゃないよ、もう素で出た。これはもう全然寝なさとかじゃないんだけど、もう、あ、はい、静かにしましょうって感じですね。あ、キュート来てる。待って待って待って、スエンさん、白眼鏡さん、ナッシーさん、ミライさん、オールグーリンさん、ギュートありがとうございます。こんばんは。私ヘリコプターに乗ってみたくて、いつか夢夢夢夢、何回夢っていう。マジでヘリコプターに乗ってみたい。あの、最近ロケをしたんですけど、あのロケに行ったんですけど、広島の、まあ、2回ぐらいロケがあったんだけど、でヘリコプターが近く飛んだらすごいボボボボボボみたいな、まあ、そういう音がするんよ。え、そう、いやいやいや、スカイダイビングじゃなくて、いや、それはもうヘリコプター乗ってから落ちるやん、もうそれ。普通にヘリコプター乗って楽しい、なんか楽しいっていうか、景色を見てわーって感動したい時、そこから別に落ちたいと思う。あので、そう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 、え、みんな乗ったことあるヘリコプター？乗ったことある、カナダで。え、そうなの、観光。え、高いところは平気な、うん、高いところは平気かな、平気、平気になった。マジでアイドルになって成長したこと、うん、高いところとかちょっと平気になった。え、ヘリコプターないよね、みんな乗ったことね。え、
タケコプターなら、いやなおさらないやん、アニメの中の話じゃけ、え違うんかな、いやなんかあの空飛べるマシーンがあるじゃん今、バンジーは平気じゃないけど、全然平気じゃない、平気じゃないけど、なんか仕事じゃけ、お仕事の中でそういうところに行ったりっていうのがあったら、なんかそんなこと言ってるよりみたいな思っちゃって、なんかもうちょっとなんて言ったんやこれ、なんか橋を渡る、高いところの橋を渡って、もう小さい頃だったらもう足がすくんで泣きながら泣くけど、泣きながら這いつくばっとったところかもしれんけど、そこでちょっと時間がないんで早くちょっと橋渡りましょうとか言ったら、なんかもう怖いとかより、なんかあ時間がない時間がないみたいな感じ、こうやってもうタタタタタタタってそんな感じで、もう今までだったらまあ多分動けんかった。そう、吊り橋、吊り橋プロ、プロよプロ、もうあのプロ、プロ根性、プロ魂、なんかあのもうね、なんかあのなんかあったんよそういうところが、虫が食べられるようになった。そう、虫もマジ、それはマジで、あの ST48 瀬戸チャレっていう番組があるんですけど、広島であるホームテレビさん瀬戸チャレなんだけど、まあ瀬戸チャレでもうほんまにめっちゃ虫出てくる。あい、なんかまずね、虫月間があったんよ私の中でね。その瀬戸チャレっていう番組でなんか虫を食べさされた後に、なんか違うイモーステレビっていう番組で、またそこでもなんか幼虫みたいなのを、カラカラになった幼虫みたいなの食べて、なんかあれ、あの時多分虫が流行ったよ、多分そう、虫、虫月間最近ないな、虫月間食べたいわけじゃないですけど、別に食べたいとかで言ってるわけじゃないんだけど、幼虫、瀬戸チャレの福岡のお店行ったよ、サイン置いてあったよ。そう、福岡に行って虫食べた、虫のなんか虫を加工したお店、なんかね、あの味が薄いせんべいだなと思って食べたら、コオロギのせんべいだった。いやマジ、あの事後報告やめてほしいよ。虫アレルギーの人っておるんかな、昆虫食流行ってる、え、そう流行ったんよ、流行った流行った流行った、タガメサイダー、そうタガメサイダーって言わんかったら、何も言わず飲ませてくれたら、喉乾いてる時にそれくれたらマジ幸せよ普通に、あの味はまあいい感じにしてあるき、はいはー、アリンコのお尻は甘い蜜が溜まってるらしいですねでちょ、私が食べてる、食べたことあるっていう前提でちょっとやめてほしいんだけど、アリンコのお尻はまだ食べたことない、これから食べる予定もないけど、え、もしさ、私自分でも謎なんだけど、なんかどんな状況だったら自分アリのお尻食べるかなとか考えたりする、なんて言ったらいいんかな、その一日の最後の最後の場面でそのアリが用意されたとして、そこまで全然今日のロケになんか貢献できてなかったなとかさ、なんかあ今日の自分の取れ高なかったなとか思ったらさ、自分ってそこで食べてしまうのか、アリのお尻を食べるのか否や、その時に
本当に嫌だっていう気持ちをさま、さておいて食べるという選択をするのか自分が分からん。その時になってみて分からんじゃん。うん、自分は今はすごく食べたくないよ。お尻のアリを、アリのお尻を。お尻オブアリを。じゃけどそこまで取れたくなかったらもう食べるやん絶対。そんな多分じゃけもうもし私がお尻のアリを食べ、お尻オブアリを食べた時はもう察してください。あ、今回頑張ってるなって感じで。無理、何の前置き、まあ、全然食べる予定とかないけ。アリはあり、アリは、うん、なし、別になし。え、そういうふりじゃないよ別に。もうこれは絶対に関係者は見てないでほしい。そう、頑張ってね。でも普通に売っとるよね昆虫食って。でもなんか昆虫食ってちょっと高い、高くない？ちょっと昆虫食そうでもない、どうなんじゃろ。高いよね。ツイッターでタグ付け拡散しとく。いや拡散しないでください。コカが虫食べたいなんて拡散しないでください。高タンパク、今はまだ高い。昆虫食料理してメンバーに振る舞ったら面白そうじゃない。かわいそう、もうなんかかわいそうになって自分が食べ始める。もう最後にはそうなる。高いね、買う人がいないから大量生産できないので高くなる。あ、そうよね、そうよね。高級じゃもん、そうか、まだ高級なんか虫。セミならタダで、いやもう取っとるやんそれ自分が。もうそっか、虫の時代か。お好み焼きのトッピングでコオロギあるで、番組で食べてみよう。もうお好み焼きだけで食べたい、もう普通に幸せに。なんでトッピングしてしまったんコオロギよって思うよ絶対。もうお好み焼きの上にコオロギ乗っとったら、なんでコオロギをトッピングしてしまったんって感じよほんまに。これがネギだったらどれだけ嬉しかったことかって感じじゃん。もうコオロギって意外に美味しいよ。なんかいや、なんかって待って、ほんまにね、もう別に昆虫食が好きで食べたりとかじゃないんだけど、なんかね、あの他のやつよりコオロギはなんか割とサクサクっとね、あまり口に残らない系の、まあ、ちょっとジーってなんかジーって感じの味はするけど、いや好きじゃないけど、なんか別になんかもうなんかムシーっていう味はせんの。なんか普通に、あーなんか別にこれいらんかったかもなーみたいな感じの気持ちになる。なんかどうしても耐えたくないっていう感じじゃなくて、なんかあーなんかこれ食べんでもよかったなーみたいな感じ。なんかこれ食べんでもよかったなーってなんて言ったらいいんかねマジで。でも食べんでよかったっていう気持ちにさせられる味です。
って言ってさ、まあ30年後にさ、めっちゃコオロギ美味しいみたいな食べとったらやだな自分が。今の配信残ってないで、将来お願いだから。足のギザギザが刺さりそう。なんかね、なんて言ったらいいんかね、足のギザギザはね確かに残るかも、口に。ココアに焼肉をおごってあげたい。どういう気持ちで？え、私がさ、あ、確かに、あ、じゃあちょっとみんなに質問してみ、なんか皆さんが今まで、ま、人生の中でね食べてみた中で、もうこれはもう私にね、ココアにお金出してあげるから、もう美味しいから食べてみてほしいみたいな料理ありますか？もうココアが人生でもう一回は食べてみてほしい、俺がお金出すからぐらいの、それぐらいの熱意あるような食べ物ありますか？今まで皆さんが食べた中で、なんかパッて出てこんのかな、こうやって。逆にキャビアとかフォアグラ、松坂牛、え、松坂、神戸牛、あ、え、神戸牛食べたことあるよ、神戸牛。え、でももっと高い神戸牛それ。いっぱいみんな食べさせてくれるじゃん、ありがとう。気持ちだけで嬉しいよ。もらう、マジでもらう前提みたいな言い方してごめんけど、馬刺し、あ、馬刺しね、もた、え、待って、これ食べたこと、え、嫁、あ、うなぎね、これ、うなぎ、新潟のバスセンターのカレー、カレーか、いいな、あの、そういうご当地カレーみたいな、なんかね、なんかめっちゃ私トロトロのカレーが好きだと思っとったんじゃけど、前テレビで、もう何年か前なんじゃけど、スープのカレーがマジでなんか何年も変わってないカレーっていうのを紹介しとって、するスープ系の、なんか惹かれた。納豆かな、どんな高級納豆をくれるんじゃろ。馬刺し、シャトーブリアン、フォアグラ、え、私もうね、みんなからね、え、腹こめし、納豆、え、納豆2回目、何、そんな美味しい納豆があるってこと？お寿司は1回食べてみて。いや、お寿司1回は食べたことある、ごめん。え、何のお寿司？クレ冷麺、あ、食べたことあるんよ、私クレに住んどったんよ。フカヒレでしょ、フカヒレって、え、ど、フカヒレって美味しいん？どこ？フカヒレって聞いたことあるけど、三大珍味じゃろ。タガメ、タガメって虫じゃね、タガメって虫じゃね、チカエユ、チカエユ、漢字は読めんものは食べるなって思うよね。ひつまぶし、え、食べたい、名古屋じゃっけそれ。イースト21のフォアグラ、星イーストになってるよ。博多のごま、サバ、え、サバ好き、これサバって読む、魚を漢字で書かんで、みんなちょっとあのあやふやじゃけ、あっというか分からん。近所の焼肉屋のハラミ、いや近所ってどこ、マジで、どこ、どこに住んでらっしゃる。上野のアナゴ飯や感動した、え、上野って東京の上野、マジ宮島で、広島もアナゴ飯美味しいよね、ちょっと対立してしまってごめんけど、あ、突っ張ってごめんけど、北京ダック食べたことない、きりたんぽ鍋、え、それって北海道よね、きりたんぽ鍋、あの友達コレクションできりたんぽ鍋出てくるんよ。もうあれ、友達コレクションやったことある人わかるかもしれんけどさ、ま、なんかお腹の満腹度 100% みたいな、あのきりたんぽ鍋で 80% までいく。何の話？タコの吸盤。タコ食べたことあるよ。食べたことある。マンボウの干物？え、美味しいんそれ。
マウントトトロって質問する。ふぐ刺し食べたい山口がいいじゃん。マカジキの刺身。マカジキって何？マカジキって何？下敷き的な。うちのおかんの肉じゃが。いや切実に食べたいんだけど。マジで食べたい。ムール貝の激辛炒め。え、好き、辛いもの好き。私辛いものめっちゃ好き。好き。イナゴ。え、待って、イナゴって虫じゃね？普通に好きなもの食べさせてあげて。あ、もうそれよ。何カマかな？これカマがよ。マジ魚辺のさ、漢字苦手。鳥貝。え、鳥？自分の地元で取れる。うちはエビは本当に美味しいからぜひ食べてほしい。え、どこに住んどんじゃけ。どこにさ、あ、待って、あ、おお、やばいやばいやばい、コメントがめっちゃ来とる。みんないた、コメント読んどったよ。みんなの、みんなが私に食べさせようとしてくれとるね。食べ物たちは飲んど読んだよ。あ、マカジキって魚ね。あ、めっちゃコメント来とる。嬉しい嬉しい。柿が、あ、待ってよ待ってよ。ミーと矢沢の弁当はテレビ局で出る。え、一回食べたことある。マジででかいハンバーグが、なんかもうお腹いっぱいになったり、なんかそういうあれしかない思い出。え、きりたんぽって飽きたの。飽きたか。発展丼のクリームパン、え、わかるよ。それマジ美味しいよね。私も紹介したことあるもん。それレベルで好き。こんにちは。ハンバーグ。気になった食べ物ありましたか？え、ちょっと待ってよ。気になった食べ物？ごまサバかな。ごまサバ。サバ好き。もうラブ、ね、おでこの上にハート。え、マジラブ。サバ好きよ。魚好きない、ほんまに。ズムスタの枝豆。いや、私マジズムスタ、マジでスタジオ行ったらほんまにあの枝豆しか買わん。おかんの肉じゃが負けた。いや、でもなんかね、おかん、母さんが作っ、みんなのね、母さんが作ったこの料理はマジどこの家庭の味にも負けんみたいなのは、なんかそういうのなんか食べてみたい。それこそはなんか、ほんまそれ、そういうのを食べてみたい。ある？肉じゃが美味しいのいいね。肉じゃが美味しいのいいね。こっちは頑張ります。こっちがみまいちゃんに頼めばごまさば連れてってくれるよ。え、本当に行きたい。まいさん、照り焼きチキン。え、照り焼きチキン、お母さん、おかんが作る照り焼きチキン。それなら母親が作った卵焼き。え、もう王道っていうか、なんかもう卵焼き美味しいのいいね。おとんのすき焼き。あ、おとん来た。おとん、おかんはおかん。こかんの得意料理は、いや私意外にこの前作ったら結構美味しく作れて、まあ、簡単な料理しかせないんだけど、美味しく作れて、あと意外に手際がいいことが気づきました。自分が、自分で言うのなんなんって感じよね、マジで。自分で言うなよって思う。おかんが作る鶏の唐揚げ。お、唐揚げ、唐揚げね。私唐揚げいいな。唐揚げ
おかんって聞いたらコーンフレークしか出てこん。え、どういうこと？おかんが購入クレープ？コーンクレフレーク？あ、そう、卵焼き私作れるんよ、だし巻き卵とか。ん？髪型再解説してやる。あ、これはあのこの髪型は前髪が汗びちょびちょだねってまず言われて、確かにびちょびちょだったよ、まあ、汗でね。で、暑かったけ前髪を止めようと思って、あのそこにあった猫耳のパッチンを前髪を止めるためにつけてます。これ流行らせろとしとるけ。おとんが作る食べ物なんじゃろ。おかんとおとんってみんな呼ぶん？なんて呼ぶん？みんなどうやっておかんになったんじゃろ。やかんやん、たわしじゃない、これ猫耳。あ、蒼天のてんちゃんさん、ギフトありがとうございます。オールグーリンさん、ギフトありがとうございます。エリアスさん、団子部長さん、デブニャンさん、癒し系さん、猫川さん、ギフトありがとうございます。こんばんは。おとんはとにかく炒め料理。あー、おとんは、マイおとんはチャーハンがめっちゃ上手だった、めっちゃ好きだった。おとんのチャーハン美味しいよ。誰って感じ、誰なんて思った今。そう、おとんは毎日うどんかラーメン作ってるわ。え、おとん、おとんの作る牛すじの煮込み美味しかった。え、うまっ。なんか煮込みなんだ、おとんが煮込み。なんでさ、おとんとおかんになったんだろう、ほんまに気になる。おとんはコンソメが入ってない塩コショウのスープ。あ、シンプルな味ってこと？スッキリパンクに目覚めてしまったのかと。あ、この紙ですか。へえ、父さん、母さん、お母さん、お父さん、父、母、パパ、ママ。私どうやって呼んでそうですか、普通にパッと見て。パパ、ママって呼んでそうじゃない、イメージ。母上、父上、親父、おふくろ。いや違う。え、パッと見てこの子親父とかおふくろって呼んでそうだなって思う。もう男の子じゃん、なんか高校3年生の男の子じゃん、それも。お父ちゃん、お母ちゃん、まあ確かに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 、お母ちゃんとかお父ちゃんとか呼んでそうじゃね、なんとかちゃんってね。お父ちゃん、お母ちゃんね、みんなバカにしないでよね。これもう18歳じゃけ。名前で呼んでそう。え、ほんまに？え、お母さんを、お母さん、お父さんを名前で呼ぶってどういうこと？じゃけ、じゃあ太郎さんだったら太郎ってこと？ねえねえ太郎ってこと？お父さんのことを。あ、ひろしーってか、みせーってことか。ひろしー、みせーって、そういう感じか。
しんちゃん、もうしんちゃんやん、それも絶対もう私の声聞いてしんちゃんしか思い浮かんでないじゃん。でも見せいってなんか似とると思う。見せい見せい見せいひろしい見せい、自然じゃないし、マジで自然じゃないけ、もう結局これに、結局そう結局これになるよ。もうちょっとほんまに違うよ、違う、これしんちゃんじゃないけ、違う、ほんまに風間くんの真似出た。昨日もやったんじゃけど、マジで似てないけ、風間くんの名前。ママーママー鍵なくしちゃったよ、ママーママー。え、結局顔芸ね、ほんまにやめて、声だけ聞いて。顔じゃないんだってね、ほんまに。なんで鍵なの？え、だってなんかさ、私があの毎回みんなこれちゃんと理解しとってね、あの私がなんか鍵とかなんかあのドラえもんだったらのび太くんのび太くんってそう言うじゃん。私はちゃんとその私が今まで見たドラえもんとか風間くんとか、そういうアニメのイメージを想像、あのそういうストーリーがあるんよ。そういうストーリーを想像して言っとる。なんかちゃんと見たことある、そういう風間くんが鍵をなくしたストーリーがあるん。お前これマジマジ嘘じゃないけ、ぼーちゃんはどんな感じだったっけ。ぼーちゃんは、いやぼーちゃんも似てない、ぼーちゃんはただ低い声で喋ったらぼーちゃんなんだって、ね、ぼー、ぼくぼー、ぼくぼー、ねねちゃん殴らないで、鼻水出てること知ってるから、ねねちゃん殴らないでよ、ぼー、ぼぼぼぼぼくぼー。あんまり低い声で喋ってるだけなのに、みんながそのなんかそれっぽいことを、なんかそれっぽいキャラクターを勝手に言って、え、これボーのモノマネできますって世間で出ていったらもうこれ大バッシングで、やめて。新しいドラえもん、これ今のはボーのマネだった。ドラえもんはのび太くんのび太くんのび太くんどら焼き食べたい、のび太くん。いや、こんな感じだよね、ドラえもん、私のイメージ。一応わからん、もう何回やるモノマネを。マジでみんな好きなんじゃろ、モノマネが。ドラえもんもしんちゃんにも聞こえる。私クレヨンしんちゃんの声似とる。あ、みんなが好きって、あ、好きありがとう、みんな告白してくれてありがとう。みんなから好きいただきました。イラッとする。いや、なんでイラッとする。マジイラッとせんでいいけ。首をしました。昔々あるところに
何が見えとる？口が下からね、見えとるってことね。なんか見えとるんかと思った。ほんまにみんながなんか怖い気やめて急に。またこれがないけん私。この髪型も意外に見慣れてくるじゃろ。どう？にゃん。だいぶ見慣れてくるよこれ多分ね。ほんまに。だってもしさこれがさ、まあもともとある髪型だったらへんてこりんと思わんじゃろ多分。今私馴染んどるように安定感半端ねえ。ではランキング読みます。13位ムラさん、12位モックンさん、11位エリアスさん、10位クルトさん、9位コウマさん、8位ハイキューさん、7位オールグーリンさん、6位癒し系さん、5位白眼鏡さん、4位マキマキさん、3位フジアンさん、2位ノッシーさん、1位は団子部長さんです。ありがとうございます。皆さん配信を見てくださりありがとうございました。本日は毎日配信4日目です。イエーイ。4日続いたことにまず褒めてくださいね皆さん。いつも見てくれてありがとう。バイバイ。明日もファイティン頑張ってー。えいえおー。